3人のキャスターが揃って何の話と、そこにフィアットクーペがやってきた。おっと、降りてきたのは怪しすぎる外人もどき。テマリテンテンテマリテ。ボンジョルノ、私はイタリアから来たフィアットクーペです。前からフィアットクーペありましたけども、前のは15バルボーレ、今度は20バルボーレになってきました。インテグラ R などの国産勢と今回は戦ってみたいと思います。イタリアから来たの？よろしく、ね、イタリアから来たの、ね、はい、ずっと走ってきたの？イタリアから、はい。ヤットとサッカーを冒涜してるとしか言いようがないんですけど、ビチプータペルファボーレ、え、ご試食ください。誰これ？あんま一緒に走りたくない。ただでさえ寒いのに。パート1、 FF スポーツ最速者決定戦。フィアットクーペがラテンの地をさらに濃くしたのはこの二重バルブターボ。ピニンファリーナの斬新なシルエットはほとんどそのままに、エンジンを5気筒とし、パワー、トルクともに大幅な性能アップを果たした。タイヤブレーキも台形化され、スペック以上に侮れない。2月にマイナーチェンジを受け、新たに追加されたのは FTO GP バージョン R。200馬力へアップされた V6 マイベックエンジン、締め上げられた足回りなど、どれをとってもライバルに引けを取らない性能だ。ディフェンディングチャンプ、インテグラタイプ R、 その性能は BM でも折り紙付き。ハイテク装備のプレリュードタイプ S、 手強いライバルを今回はどう料理する？スターティンググリッドはご覧の通り。このグリッドをよく覚えておいてよ。日本の皆さん、こんにちは。私は戦いは好みません。大人のクーペとしてはあのフィアットクーペがライバル。これすごいいいや、かなりいいんだけど、中谷チュンの FTO も持っていいんで。まだあります。新しいフィアットだって、インテグラ R が負けるわけないでしょ。これはね、世界一の FF スポーツだからね。スタートは大こけで、これで3回目。うん、長い赤の後、今スタート。さすがは BM キャスター。 FF ながら全車うまいスタート。ポールのオイフィアットがターボパワーでトップをキープ。1コーナーはグリッド順位のまま抜けていった。スタートリプレイはタクヤインテ。3回のスタートディレイでしびれを切らしたのかフライング気味。それとも結構かな。なかなかトラックしようねが、あ、ちょっとコーナー入りすぎました。各社超接近戦、3周持つようにぶつけないで走りましょうね。冷静に冷静に。それにしても3位争いの FTO とインテアール、くっつきすぎ。なんか見えてますよ。コーナーを抜けるごとにさらに4車の感覚がない。どこが遅いんだろう、プレリュードは。おと、2部屋でプレリュードの陰をついた FTO が並んだ。さあ立ち上がり勝負だ。あ、こっから行けるか。すごいとこ通っちゃった。おお、危ないよ、ちょっとタクちゃん。危ない危ない危ない。みんな熱くなってきたね、かわい。4台団子状態でメインストレートへ。ここ首都高じゃないんですけど。ダメです、ダメです。いけません。まだイタリアに。ダメです。ハットチさんも歯止めがねえっていう感じだ。歯止めもないけどトラクションもありません。
順位は大きく変動して全車1部屋に侵入。逃げる FTO を追うインテアール。ブレーキで負けそうだな。それを確かめる2部屋の侵入。確かにインテアールが詰めるけど、4位のフィアットもブレーキは良さそう。あれ、おいちゃん、雨？やってるやってる。ウォッシャー出してもシフトするの忘れちゃいません。一方こちらは超マジなトップ争い。FTO の真後ろでチャンスを伺うインテアール。コーナリングスピードはほぼ同じ。立ち上がりはこっちが速い。タクちゃん痛恨のシフトミス。バトルの行方はどうなる。おっと手強い手強い FTO。上がりますけど、なんか自分で操縦する楽しみがなくなっちゃうな、これ。最終コーナーで並んだ。残念、トップ FTO に届かずチェッカー。3位はプレリュード、4位フィアットという順位でゴール。 FTO はね、ブレーキでやっぱり安定性悪いし、動力性能でインテアールちょっと負けてるんで、これ中谷チューンでないとダメってことですね。インテクラはさすがにいい車ですけど、久しぶりに乗っても。ただね、あそこまで FTO が戦うっていうか、その互角に争えるとは思いませんでした。バカすぎる。もうスタート3回もやりだしたんだけど、その操縦する楽しみっていう点ではちょっと物足りないような気がしますけど、まあ、誰にでも安全に速く走ります。こういうところガンガン走っちゃうと、まあ、ちょっと合わないっていうのはあるんでしょうけどね。ワインディングとか走ったら、気分よく走れる車だと思います、晴れてれば。さあバトル後は全員インプレ。最初は勝った FTO から。エンジン重いな。こんな重いエンジンに負けたわけよ、ね、実際に加速をしてるのは7700ぐらいまでかな。足もいいな。ブレーキがあまりいいくらいな。これサーキットチューンされた N1 カーみたいですね。ロール少ないし、フロントの舵の利きはめちゃくちゃいいね、 FF なのに。年の2位となったインテアールの評価を聞いてみよう。フィアットクーペプレリュードからポンと乗ると、なんか体の感覚が落ち着いていかないですよね。FTO もいいですけどね、やっぱりブレーキの効きの強さっていうか、余裕とかエンジンの吹け切り感とか、全てでいうとやっぱりインテアールのはまだ1枚上って感じですね。フィアットの220馬力5気筒ターボのインプレは、ホイールスピンしっぱなしですね。まあ、街中とかワインディングじゃこういう味付けの方がアンダーステアの方が安全でいいんだろうけど、これはちょっといただけないね、いくらなんでも。すんごいアンダーだもんな。車がまっすぐ向くまでアクセル当てらんないな、これ。これじゃあ、まあ、今までのクーペフィアットでこうもどかしかったところがね、ターボトルクでいやおなしに力が出てるから、まあ、そういうところはいいんですけど、まあ、サーキット走らせちゃダメですね。大人のクーペプレリュードはやっぱりジェントル。この ATTS がうまくね、生かされるほどサスペンションの今限界が高くないんで。自分で予想してるよりも入りすぎちゃうな。
けど加速が悪いな。これシートが良くない。とにかく足はいいね。ただ柔らかい味付けで、まあサーキットには向かないな。これ日本のスポーツ車はサーキットで非常にいいんですけども、全開じゃない楽しさっていうのも皆さんにぜひ知ってもらいたいと思います。それではアリベッテルチ。